はい、お客さんからですね、まあ、返品ですよね。アメリカ倉庫、ZIPX のアメリカ倉庫に返送してもらいました。で、そうすると、まあ、ZIPX からですね、商品が到着したら、まあ、到着しましたよってメールが来ます。ただ、このメールもですね、まあ、ちょっと遅かったりするんですよね。うん、実際はもっと1日前に到着してたのに、翌日とか2日後とかに連絡来るんです。そこ注意ですね。お客さん督促で気づいたりします。で、こんな感じで、今日も督促したら、なんかあっちからね、到着しましたよってメールが来て、で、そしたら、まあ、インボイスですよね。内容品価格ですね、が表示されたインボイス。まあ、PDF、JPEG、PNG など、の画像データアップロードお願いしますというふうに書いてありますね。そうですね。だからこれはまあ日本から、海外に輸出した時の、まあ、インボイスまたはラベルですよね。内容品価格記載のやつをアップロードすればいいってことですね。はい。で、これどこに、あるかというと、まあ、ご自身で出荷しているときは、その控えを持っていると思うので、その控えをですね、PDF にすればいいですし、あとは、外注さんですよね。発送代行会社さんで発送している場合は、発送代行会社にお願いすればですね、もらえると思います。まあ、私は、オークレボですね、利用させてもらったりしてるんですけども、オークレボさんにこうやってメールでやり取りすると、まあ、インボイス、PDF で今回送ってもらいました。まあ、ちょっと3日ぐらい時間かかったんですけど、まあ、こんな感じでもらえますね。こういうのが、まあ、コマーシャルインボイスってやつですね。で、そしたら、まあ、ZIPX の方ですね。このインボイス手に入れたら、まあ、ZIPX の画面に来てもらって、まあ、この配送状況の確認ってところで、案件が到着してますというのがありますので、こうチェックしますね。まあ、そうすると、まあ、この写真とかあるんですけど、まあ、具体的なところを見たい場合は注文情報ですね。こうすると、写真があるので、今回返品されたやつかどうか、今回キャノンのレンズ返品されたんですけども、それが、ちゃんと確認できますね。内容品の情報とか、ラベルのやつもここで見れます。あとは、そうですね、細かい、今回の商品の重さとか大きさとか、があったりとか、国際配送料金ですね。まあ、日本への返送料金と、アメリカ内での送料。で、まあ、今回は1500円と1700円なんで、3200円の送料になりますよっていうのがありますね。はい。で、インボイスをつけなきゃいけないと言われているので、このインボイスなどのアップロードってところをクリックします。はい。で、まあ、こんな感じで、さっきのですね、インボイスをアップロードしますね。はい。インボイスをアップロードすると、ここにですね、支払いってやつが、クリックできるようになりますね。なので、この支払いを押します。まあ、そうすると、3200円ですね、今回返送料。これは、アメリカ、まあ、国内の送料と、アメリカから日本への返送料込みで3200円。まあ、そうですね、あんま高くなくていいと思いますよね。で、これをペイパルで支払うということなので、支払いボタンをクリックします。で、そうですね、まあ、複数ですね、商品が複数あって同梱したい場合は、同梱追加サービスっていうのをやるんですけども、まあ、1個だけだったらですね、この OK で OK ですね。はい、そしたら続行をします。はい、これで支払い完了ですね。